BMW スタジアムにお越しいただき本当にありがとうございます。そして1年間熱い応援と僕たちのことを支えてくださったベルマーレに関係する全ての皆さん、1年間本当にありがとうございました。僕たちは1年間を通してチームとして本当に成長できた年だと思っています。その成果と皆さんの熱い応援がルヴァンカップ優勝という結果をもたらしたと思います。しかしまだ J1 残留を決めることができていません。次の試合絶対に勝たなければならないと思っています。今年の成長した自分たちと皆様の熱い応援があれば絶対にいい結果が待っていると信じています。ここで、ホームで最後の挨拶になるのですが、来週も本当に熱い応援、僕たちを支えてください。よろしくお願いします。応援ありがとうございました。監督としての挨拶は、これで7回目になりますが、 J1 のホームゲームの最終戦で挨拶するときはいつも J2 の道が決まっているところで本当に、悔しく情けない気持ちでいましたが、次の試合我々が勝てば来年の J1 の切符を得られるということで、非常に晴れやかな気持ちで挨拶させてもらってます。ルヴァンカップ優勝した時にも話しましたけども、本当に湘南ベルマーレとチームは折れかけたというより何度も折れていたんだと思います。それは僕自身もそうです。そしてここの後ろに立っている選手たちもいつも幸せでいいことばかりあったわけじゃありません。でもその折れた時に仲間を通して、自分たちがなんでここにいるのかってことを自分でしっかり受け止めて、表情に出さずいつも前向きに戦ってくれた、こういう選手たちに支えられて今の湘南ベルマーレはあると思います。残すところあと1戦になりますが、必ず J1 の切符を持って帰ってきます。株式会社湘南ベルマーレ代表取締役社長水谷直樹よりご挨拶申し上げます。本日もご来場本当にありがとうございます。まだ来週試合がありますが、今年も1年間本当に熱い温かいご声援をいただきありがとうございました。平成が終わる今年、50年という節目の年に本当に多くの人が紡いできた50年、その年にルヴァンカップで優勝できたことは本当に大きな喜びであり、皆様と喜べたことは本当にいい経験になりました。そしてその優勝を今日選手たちが喪章をつけてプレーをしましたが、1999年の大変厳しい時から力強く本当に支えていただいた大塚さんにもご報告できたことは
良かったというふうに思っております。昨年この場で僕自身がクラブがマインドチェンジをして J1 にいるのはマインドとして普通にいなくちゃいけない、そういうマインドチェンジをしなくちゃいけないんだというお話をさせていただきました。この4月には経営形態、運営形態が変化して、さらに強く、さらに拡大していくべく体制を変更させて今変化しているところでございます。そんな中、すでにご案内済みではございますが、チケットの値段も上げさせていただいております。これもチームをさらに強く、選手をさらに走れるようにするためだとご理解いただけたら幸いでございます。今一緒にいる選手、そしてアカデミーの選手たちと次の50年に向けて、まずは来週勝つことですが、次の50年に向けて湘南スタイルで皆様と一緒に歩んでまいりたいと思います。今日はありがとうございました。また本日成立しているベルマーレの未来の希望でもあります。アカデミーの選手とともにこれからも歩んでまいります。アカデミーの選手にも今一度大きな拍手をお送りください。スタジアムの皆様、それではここで突然ではございますが、島村剛選手より皆様にご挨拶がございます。突然ですが皆さんにご報告があります。私湘南ベルマーレ背番号30番島村剛は今シーズンをもちまして現役を引退することを決意しました。まずはじめにこのような場で皆様にご挨拶する機会を与えてくださったクラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてまだ残ってくれている浦和サポーターの皆様、本当にありがとうございます。埼玉出身なので嬉しいです。ありがとうございます。2008年にこのクラブに入団し、フォワードとして入団し、わずか半年でディフェンダーにコンバートしてもらい、11年間頑張ってきました。コンバートしてくれた菅野さん、初めて公式戦で使ってくれた反町さん、徳島で厳しく育ててくれた美濃部さん、そして徳島から帰ってきてからの7年間という長い間、めちゃくちゃ厳しく、そして熱く育ててくれた張さん、本当に素晴らしい指導者の方々に巡り合うことができて、ここまで頑張ってこれました。本当に感謝しています。ありがとうございます。このクラブでは10年間プレーさせてもらいました。その間、本当にたくさんのサポーターの方々から温かい声をかけていただきました。そのほとんどが、またゴール決めてくださいとか、どんどんシュート打ってくださいとか、またタイガーショット決めてくださいねとかばっかりでした。ほとんどがそんな感じでした。でも、そうやっていつも皆さんが僕にゴールを期待してくれたことが、僕にとって一番の大きなモチベーションとなっていました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕はこの湘南という街が、このクラブが
そしてこのクラブのサポーターの皆さんが本当に大好きです。このクラブで長い時間プレーでき、そしてこのクラブで引退できることを本当に幸せだと思っています。これからはサッカー選手ではなくなりますが、一人の人間として島村剛志をこれからもよろしくお願いします。僕が存在に困っていたら助けてあげてください。よろしくお願いします。最後になりますが、今まで育ててくれた両親、そして一番近くで支えてくれた妻、そして子供たち、本当にありがとう。みんなのおかげでここまで頑張ってこれました。本当にありがとう。これからもお互い支え合って頑張っていきましょう。本当に最後になりますが、5歳からサッカーを始め28年間続けてきました。僕のこのサッカー人生に関わってくれた全ての方々に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。それでは島村選手、ご家族、そして奈良橋さんより花束が贈られます。
夏ですもんね。皆さんぜひキャッチしてください。また大変危険ですので。